結局せーのどうも、オオカミンです。皆さんです。二人合わせトッポギ侍です。本日の企画はですね、僕たち韓国に来てから気持ち悪いはい、ということなんですけど、すっごい、ま、僕たち韓国に来てから嫌な間、ま、嫌な間、ま、それも気持ち悪い。十分取った方がいいですから、そこも気持ち悪さ出す。感染してますから気持ち悪さ。あ、いいですね。で、気持ち悪いって言ったんですけど、この気持ち悪いのはちょっといろんな種類があるじゃないですか、はいはいはい、感情での気持ち悪いだったり、うん、本当に体調が気持ち悪いと思ったり、うん、そういうことがちょっと多々あったので、うん、はいはいはい、それを僕とオガミョンで皆さんに発表ね、していきたいと思いますんですけど、うん、だから僕その韓国に来てさ、うん、日本ではあまりなかったんだけど、布団で寝込むことが、起き上がれないことが結構あったから、うん、そのね、原因とかもちょっとね、だんだん分かってきたから、そこもちょっとね、軽快なトークで皆様にポップなトークで皆様にとお届けできればいいかなと思ってます。この動画を最後まで見ていただきますと、僕たちが韓国に気持ち悪いなと思った点についてちょっと少しでもお分かりになると思いますので、ぜひ最後まで見てください。さんに、はい、皆さんスクー行ってみよう。チャンネル登録お願いします。はい、ということなんですけど、まずこの気持ち悪いは感情的な気持ち悪い。はいはいはい、あ、なんか気持ち悪いと思ったのが、怒鳴られる。今日も怒鳴られましたよ。今日も怒鳴られたし、今日も怒られたよ。本当に、うん、まあ、3ヶ月目いて、うん、もう怒鳴られない日がないぐらいに、すごいね、毎日結構怒鳴られちゃってるんだけど、オガミョンと僕が普通にダルに乗ってて、で前からもう5メートル先ぐらい、結構先だよ、アジュンモニーがいたわけなんですよね、うん、芋が。でこうやってパーって歩いてたら、芋が急にいやーって言ってきた。そうそう、毒よ、俺だって毒よ。多分おそらくその毒邪魔だよ。そう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 、でその前から取り上がってって、うん、だってあんな遠くからさ、おいって言われたらさ、うん、こうやってガンちゃん楽しくポップな会話をしながらさ、軽快なトークとかもね、もちろん分かってるよ、うん、アジモニーがいるのも気づいてるから、もちろん近くなったら 俺だってそんなぶつかんないよ。俺だってしかもさ、言われたのがさ、うん、5メートル先ぐらいじゃん、うん、絶対当たらないよ。当たらないよ。だけどやっぱなんでか言うかって言ったらさ、うん、やっぱ自分が通る道だからさ、そうそう、もう自分のルートも決めてるわけ。寝てる、どかなよ。10メートル先、20メートル先からずっと決めてるから、やっぱその前に人がいたら怒鳴ったりしちゃうのかな、うん、そう、だからそのレールをお前らは走るなと。そうだね、私が使うレールをっていうことで、敷かれたレールを歩く。あと思ったのが、うん、僕たちよくハンガンで、ね、行って夜景を見たりするんですけど、はいはいはい、まあ、マイカーのタナギ自転車で極寒の中、最近のは結構ね、漕いだりしてるんだけど、ハンガンってさ、自転車コースが2レーンあんじゃん、サイクリングだとね、うん、こっち行く道とこっち行く道みたいな感じで、で僕たちはちゃんと1列で、しかもちょっと左寄りに、うん、こうやってパーって向かってたんですけど、そしたら前からアジョシが来て、うん、なんかわかんないけど、うん、よしすっごい言われてたね。あってマジで怒鳴られた。怒鳴られた。怖かったあれ。そう。その時、うん、もう僕はハンドルブ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 ルしながら。そっちの方が危ないぞと。そう。それ言うなと。その時も楽しい警官トークを二人でやってたから、よそ見してんじゃないかと。そうだね。多分向こうの方は思って前見ろみたいな感じでドラーって言ってきたんだろうけど、気づいてますと、うん、僕たちだって。でもあんなにね。そうだね。喋ってあれ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 ってさ、自転車こいてちゃったって。そんな言ってた。言ってた。そんな言ってた。日本語の訳すとね。言ってました。だけどさ、怒鳴られる時ってさ、俺が悪いことしたから怒鳴られるんだなってさ、普通はわかるじゃん、うん、けどわからないんだよね、韓国人のその怒鳴りは。僕それこそこの間料理しててですね、うん、カレーの匂いがさ結構出ちゃうから換気扇もして、ちょっと窓を開けたの。さあお隣さんが鉄柵があるんだけど、その窓で、うん、おい窓閉めろって言われて、換気してるんですって言ったら、うん、料理してる時は窓閉めろすいませんっつって、おじさんが料理してるようで嬉しいみたいなちょっと反抗したんだ早めに。いいねいいね、入ってうるさいと思って、まあ、韓国人はさすぐ結構感情的になる、うん、そうだね、しそれはね、うん、逆の意味で言ったら面白い時はすごいリアクションするし、あ、そうかそうか、なんかその楽しいことはみんなで共有したりとか、うん、すごい素晴らしい感情を持ってるって感じだね。だ喜怒哀楽はちょっと強めなのかもしれない ね。あとでも僕ね、モヤモヤする気持ちはあるさ。韓国ってさ、ワンプラスワン文化ってあるじゃん。あるね。最初はね、僕ね結構ラッキーだなと思ってたんですよ。1本の値段で、まあ、2本もらえる、うん、ラッキー、得したなって思ってたんだけど、もう結構長く生活していくと思うことがあって、うん、大きいボディソープを買ったんです最近、うん、大容量のこのボディソープを買ったんです。こんぐらいね、こんぐらいでかいですよでこれね、匂いが分かんないんですよ。買わなきゃ匂いが分かんないと、うん、これレジの方に持ってったら、これワンプラスワンですと、うん、これもう一個もらえるんだと思って、うん、ワンプラスワンのもう一個もらったんです、ラッキーと思って、うん、で家で使ってね、いざ匂い嗅いでみたら、うん、あんまり合わなかったんです、うん、ちょっと待っててよく考えてみて、うん、もう一本あるぞと、うん、これ一本で6年は使える
ガチでそれぐらい大きいんだよ。いやいらんと違うの使いたい。もうこれまだこれ新品だ、まだずっと使ってるよ。ワンプラスワンがお得なのはお得なんだけど、いろんなものを試したいとかって方にはちょっと負担が大きいです。そうだね。けどラッキーな部分がさ、めっちゃお腹空いた時にさ、コンビニ行ってカップラーメンとソーセージ買おうとした時のワンプラスワンとかはさ、ソーセージ嬉しくない？それは嬉しい。こうやってもうバーって、ただ違う種類のソーセージ食いたい。まあね、鼻に入れんだソーセージを。もちろんね、お得な感じはあるんですけど、まあそういうことは、そうだね、日本人としてちょっと思ったかな。あとね、僕は思ったのは、最近ね、オガメンの妹さんからペリンをもらったの。あー、まあまあ僕たちね、洋服たくさんもらってるわけじゃないですか。ちょっと見せた方がいいんじゃないですか。あのさ、最近動画とか見てたらさ、あ、こやつらなんか服なんか変わったなみたいな感じで思ってるかもしんないけど、全部お下がりです。ありがとうございます。ありがとうございます。つまかってますね。本当にありがとうございます。パーカーもトレーナーももう全てお下がりです。まあね、それは置いといて。はい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 。この赤のペディ、韓国ではイルチンペッションって言われてるんですよ。はい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 。イルチンペッションっていうのは、ヤンキーファッション。やめろ。やっぱ僕も知ってたんだけど、はい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 、別に僕は外見とか、まあ、気にするっちゃ気にするけど、寒さはさ耐えなきゃいけないじゃん。そうだね。もう外見よりまず寒さに耐えるから、まず着てたわけ、しかも妹からもらってるしね。まあね、意味あるペリンだからね、お気に入りだし、普通に着て街中歩いてたら、待てと、皆さんジロチロジロチロ見てくるわけなんですよね。多分外避けてないみんな。やばいこいつみたいな、イルチンだみたいな。で、僕がスニーカーを、青色のスニーカーを履いてて、赤ペディン着て、で黒のズボン履いて歩いてたら、前からカップルが歩いてきて、超ちっちゃい声でね、韓国の国旗みたい、韓国の国旗みたい、お前コショコショって言われてんだ、恥ずかしい、恥ずかしいと思って。ただ色がさ、完全に韓国の国旗の色を使ってるから、これ歩く韓国の国旗みたいになってるから、恥ずかしい。だからこれはなんか恥ずかしいよりの気持ち悪いと思ったね。だから俺ガンちゃんって言うと結構、まあ、道開くなと思ったんだけど、 あれって違ったんだね。めっちゃダサい思われちゃう。そのこれがダサい、靴がダサいとかじゃなくて、あの色合わせで来られたら、やっぱ韓国人国民も大盛り上がりして、やっぱそういうことで、ね、ちょっと言われちゃうっていうのがあって、やっぱ韓国人はその流行りとか偏見、昔エイチンペッションだったこういうのがちょっと毛嫌いではないけど、まあね、なんかちょっと軽視されちゃうというか、そ う,、ね、そういう感じがあるよね。流行りのものが大事だから、それこそでも僕もね、いただいたんですけど、女性もなんで、シュッとしてポケットがすごい高いとこなんですよ。そうね、ここに笑われてるぞ。韓国国旗の隣にはなんかキュッキュした女性用のそうだね、なんか細いペディン着た男って思われて、ちょっとそれでね、いろんな変な目線はね、そうだね、いろいろ感じるとこあるね。だから韓国はさ、やっぱファッションに敏感だから、その分やっぱなんて言うんだろうな、流行に敏感だから、最新トレンドの洋服とかも韓国から初ね、発動の初、うん、初めてのそれはどうでもいいんだよ。それ初は結構言ってくれてる。マジでどうでもいい。そういうファッションが流行ってるんですよね、韓国初の。そうだね。僕これオープニングでさ、さっきあのベッドからも起き上がれないと、言ってたね。何があったかってちょっと言いたいんですけれども、やっぱ韓国ってお酒の種類がビールと焼酎、まあマッコリ。そうだね。まあ若者は基本ビールか焼酎、焼酎基本焼酎飲むんです、言い聞かせた自分に。だってないんだもん。俺もさ、ハイボール飲みてえよ。なんか日本ではさ、カクテルとかあんまり飲まなかったけど、もう飲みてえよ。いろんなお酒飲みたいんだけど、韓国も焼酎なんで、最近焼酎ちょっと飲むようにするんだけど、僕たちお酒マジ弱いじゃん。まあね。まああとやっぱり、まあビールはまだ飲めるとしても、焼酎が合わないのか、焼酎飲むと次の日マジで二日酔いで、わかる。マジで起き上がれません。わかる。本当に寝込んでるからね、一日。ベッドの上でもう顔パンパンにしながら編集こうやってやって。そう。編集は間に合わせなきゃいけないからさ、なんとしてもやばいやばいって思いながら。なんかさ、俺焼酎でいい思い出ないんだけどね。俺も。同じ。やっぱ韓国焼酎ってね、人を悪くするよね。本当に人を悪くする、あれは。そうなんですか。恥ずかしくなるね。なんかね、集体をね。もうだから僕は焼酎を飲まないことにしました。あら。禁止令。あー、誰から禁止。ん？自分で？自分で。恥ずかしいって。発動しました。発動した。初動はいい感じですか。いい感じでございます。はいはい、僕はちょっと韓国のお酒に、ちょっと気持ち悪いなと思ってた、はい、ということでね、韓国に来てからいろんな気持ち悪いという体験をね、皆様にお話したんですけど、やっぱね、気持ち悪いって言っても結局はやっぱ慣れるのが大事なので、まあ、なるべく僕はちょっと赤ペディンと青スニーカー合わせは
合わせはしないようにしようと思って。してよ。だって嬉しい。だって僕嬉しいもん。韓国ってさ、ポクチャッパじゃない、歩くとき、道も人も多いとき、そういうときすごい便利だからさ。便利っていうの、便利っていうの、人を、人を便利っていう。そのとき前歩いてほしいから、それ頼むからずっと来てくれ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、楽しかったと思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バカなんですか、前の動画でも言ってたけど。よろしくお願いします。面白かった、楽しかった、もう小学生なのよ。よろしくお願いします。僕たちみんなチャンネル登録15万人目指してます。ぜひぜひチャンネル登録しない方お願いします。本当にお願いします。多分まだですね、チャンネル登録しない方結構多いらしいですよ。はいはい。見てるだけみたいな方、ぜひぜひその方もうボタン押すだけですから、ぜひぜひお願いします。それでは次の動画まで、バイバーイ。감자감자완전좋아